チャオ、マヒロです。今回やっていくゲームはフェイクハート、こちらのデモ版を、プレイしていこうと思います。お話としては、老年の童話作家と孫娘のお話になるみたいですね。インタラクティブビジュアルノベルになるみたいですね。まあとりあえずこれがあれかな、童話作家、まあおじいちゃんだよね。おじいちゃんと孫っていう感じなのかな。はい、では早速プレイしていこうと思います。マッドハッターがなくした帽子をなんだこれ、チェシャ猫？あー、不思議の国のアリスみたいな感じなのかな。あ、赤くなってってる。白ウサギが夏の海の夢を見ています。アリスを起こしています。チャプター1、道に迷ったジェイド。大切なことには順序があるものだ。時間は有限で、相手の都合を全て分かってやるほど情け深くないから。人は正しくない選択をすることもあるが、それがどうした？その責任を取るのもまた人生だ。だが時には責任すら負えない恐ろしいことが起きたりもする。これはあれだね、いいね、できる、あ、できないSNS かな。じゃあチャプター1開始する。色あせた秋、新しい音楽を獲得。ESC を押すとオプションを開きます。スペースまたはマウスの左クリックで進みます。はい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 、 OK。 鏡に映った私は私に捨てられた自分だった。壊れてしまった心がしまいには腐って崩れ、私自身を蝕むだろうが誰にもわからないはずだ。もっと深く暗いところに永遠に閉じ込めておくから。こういう言葉がある。自分を愛することができなければ誰も愛することはできない。ジェイドは日焼けした本棚を見た。古びた紙から漂う香りにはうめき、もがいていた過去の人生がそのまま含まれている。誰よりもジェイド本人が一番よく知っていた。言うなればこれは単なる紙以上のものだった。ジェイドの人生、そのすべてだ。そしてこの人生の記録はいつかダナに聞かせる一節となる大切なものだった。だが今は恥ずかしいとしか思えなかった。胸がムカつき、胃は裂けるように痛んだ。鼻も耳も詰まり、喉まで塞がって、深い海に沈んだような気分だ。かろうじて息をしていた。ジェイドはノートを引き裂いた。1枚、2枚。ジェイドの一生を綴った本の棚から、一夜にして思い出がすべて失われるまで、それほど時間はかからなかった。真っ白な紙切れが床を埋め尽くし、まるで雪に覆われた野原のようだった。耐え難いほど情けなくて、笑いがこらえられなかった。この程度のものをどうして大切にしていたのだろうか。紙切れを一握りずつ撒き散らしてみた。部屋の中に雪が降った。やがて身を引き裂くような悪寒が押し寄せてきた。もはや彼は子供たちを幸せにするおとぎ話を書くことができなかった。彼に残された一生の記録は、焚き火になって久しい。頭がうずいた。彼は震える手で机の上の薬瓶を掴んだ。右端の薬は
一番強いものだ。え、もしかして自殺しようとしてる？水を一口飲んで、どうにか一粒を飲み下した。自分の不格好さに笑いが止まらなかった。一粒だから大丈夫だよね。同時に涙も流れた。ジェイドは残り半分になった50度のウォッカを手に取った。これが孫娘かな？目の前にすやすや眠っているサラが見えた。誰があの愛らしい子の顔にあんな傷をつけたのだろうか。顔にさ、傷ついてるよね。これってやけどの跡かなんかじゃないの？ジェイドは知っていた。あの子と顔と人生と思い出に傷をつけたのは私だ。なんで？ジェイドは泣いていた。うわわわわ。あの子の顔と人生と思い出に傷をつけたのは私だ。ジェイドは震えていた。怖いんですけど、瞳に何かいますけど。え、首を吊ろうとしてない？縄みたいなのあるよ。あの子の顔と人生と思い出に傷をつけたのは私だ。ジェイドは死にたかった。でもそうすることはできなかった。一生かけて罪を償っても足りないから。今日も彼は抑えきれない感情をこぼした。自分の意思とは関係なく涙と共に、自分への怒りなのか、過去にまつわる自責の念なのか、ただの酒の勢いだったかもしれないが、もしあの時彼女がジェイドを止めなかったら、違う未来を見ることができたのだろうか。恵まれない人生の果てに初めて享受した贅沢が、自分と愛する人たちまで不幸な未来をもたらすとは思いもしなかっただろう。人生はいつもそうだ。幸福な人には連続する幸福が、不幸な人には連続する不幸が、悪友のように何度も訪ねてくる。今あなたが読んでいるのはセミの一生のような物語だ。死ぬほど辛い未来が確実なのに、命の続く限り耐え忍び、意味ない人生を続ける存在たちはどんな結末に向かって進むのだろうか。この話の最後の章で、あなたはどんな表情をしているのだろう。願わくはこの物語の最後に、あなたの選択を見せてほしい。ジェイドは疲れ果ててすぐ眠りについた。その時目に入ったものは、ウォッカの瓶が虚しく転がっている姿だった。何？どういうお話なの？少しでも辛さを忘れるために飲んだ酒は、今や部屋の一面を埋めるほど増えた。彼にとって世の中は無意味なノイズであり、人生を続けることは永遠の拷問のようだった。酒瓶に映った眩しい日差しが目をつつく頃には、彼は市内に出てトランプをして夜遅くまで酒を飲んだ。おかしなことに、人の一生は小さなチップ一つと同じ価値しかなく、数知れない人生を破滅させるこの華やかで狭いテーブルだけが、皮肉にもジェイドにとって唯一生を感じられる場所だった。あれだよね、白黒で描かれてるんだけど、こう表現がなんかすごいよね。すごい綺麗。気を失うまで酒を飲みいやでもなんかすごいことになってんな。誰かの運命を
意のままにする瞬間だけは、苦しみと罪悪感に縛られることなく安らかに息をすることができた。童話の大作家はこのように落ちぶれていた。誰よりも明るかった少女が祖父を憎むようになったのは、それよりもずっと後の話だった。鏡に映った私は君に捨てられた自分だった。壊れてしまった心がしまいには腐って崩れ、私たちの未来を蝕むだろうが、誰にもわからないはずだ。もっと深く暗いところで永遠に繰り返されるから。こういう言葉がある。自分を愛することができなければ、誰も愛することはできない。これが第一章？第一章というかチャプター1ね。で、チャプター2、壊れた心。ジェイドは医師のジョージから伝え聞いた話とともに、事故の日に自分が取った行動を隠さずに一つ一つ話した。罪悪感に少しの解放感が混じった不思議な気持ちだった。いつも明るく堂々と話すサラも、この日だけはかすかな震えを隠すことができなかった。じゃあチャプター2開始しようか。暖かい雪だるま、新しい音楽を獲得。雪が随分と降った日でした。確か40年ぶりの大雪だと新聞も報じていました。明け方から強く降っていた雪は、あっという間に足で蹴るほど積もっていきました。病院だね、これ。他に覚えているのは、その日に限って病院が混雑していたということですね。それで予定の時間より3時間も長く働きました。朝から患者が蜂の群れのように押し寄せてきていなくなったのは、すでに日が暮れた後でしたね。昼食さえも抜いて仕事して、生も根も尽き果てましたよ。誰が喋ってんだこれは。やっと残業まで終わって、その時ようやく病院の裏手に出てタバコを吸ったんです。ベンチも雪がいっぱいで仕方なく木に寄りかかりました。今日みたいな日はバーボンでも一杯やらなきゃなと思ったのに、降り続く雪は私をここに閉じ込める木のようでした。本当にうんざりする日でしたよ。そんなため息をついていた時のことでした。ジョージのタバコが半ば灰になった頃、病院からまた騒がしい声が聞こえてきた。自分の思っているようなことではありませんようにと願っていたが、何度も大声で自分の名前が呼ばれるのを聞いてため息をついた。そんなジョージの前に息を切らして走ってきた女性は、一緒に働いて10年になる看護師のエリンだった。ジョージ先生、ここにおられましたか？ジョージ先生、これ次はこの人の話なのかな。すみません、今すぐ来てください。今男性の方がご家族を連れて来られましたが、患者たちの意識はなく、ひどい火傷を負っています。ジョージは返事の代わりにゆっくりとタバコを一口吸った。先生、今日の勤務時間はもう終わったよ。でも、今すぐでないと患者の命が危ないんです。しかも病院に残っておられるのは、ジョージ先生だけですよ。わかってるさ。だから早朝から昼食抜きで働いて、こんな時間まで残業したんじゃないか。
金はもらえるが一体何のためなんだか。大切な命をそうやって無視してもいいんですか。大切な命か。そう言われればそうなんだろうな。少なくとも俺が医者として働く時間にはね。でも今の俺はこのクソ雪を呪いながらタバコを吸う一般人に過ぎないんだ。いやまあね、すごい過酷な環境下にいるのはね、わかるっちゃわかるけど、助けてあげてほしいな。ジョージはもう一秒も働きたくなかった。今日だけは。肩も首も凝り固まって悲鳴を上げていた。ジョイが汗で濡れたり乾いたりして潮を吹いていた。すぐ帰れないとしても早く体を洗って一日を終わらせたかった。運ばれてきたのってあれじゃない？孫娘じゃない？しかし続くエリンの説得にジョージは仕方なく分かったと答えた。タバコを吸い切ることもできず再び病院に向かった。